はい、鈴木選手、もしくもフランスのゲームで、はい、負けてしまいましたが、今の気持ちを率直にお願いします。はい、そしてまずこういったカード、自分の再生のチャンスを与えていただいた、本当に会社の協会の事務局の方に一番感謝したいと思いますし、こうやって3連敗中で、もう何のメリットもないような自分との試合を受けてくれた鈴木選手に本当に感謝したいです。実際試合も鈴木選手強かったです。パンチのインパクトとかそういったもので言えば、世界のトップの選手と遜色ないぐらい圧力もありましたし、試合をしてて、あ、本当に強いなっていうふうに自分も実感できました。はい、僕は質問ちょっとありがとう。リング上で何を鈴木選手に言われてたんですか？いや、まず試合をしてくれて、もう全力で自分にぶつかってきてくれてありがとうっていう、自然とそれは感謝の気持ちで、はい、そういうありがとうっていう言葉しか出てこなかったんですけど、俺ももうちょっと踏ん張るから、お前もお互いに頑張ろうっていうふうに、はい、声をかけてしまいました。緊張した左回りで組でも吹かして上になってましたけど、はい、誤算があったとしたら何年か。そうですね、誤算といえば、そうやって、圧力をもろに受ける形になってしまったので、あえてガードはしましたけど、結局圧力をされて転んで、それをダウンと見なされてしまうのは、それは自分の力量不足なんで、そうですね、誤算といえばもう全て負けてしまえば、どんな作戦も全てそういう風になってしまうんですけど、自分の誤算というよりも、やっぱり向こうの力が自分よりも自分を上回ってたっていうふうに認めてます。他よろしいですか？もちろん勝って次をっていう考え方のところだと思います、はい、思うんですけど、この結果何を心からありました？そうですね、当然自分としては今回勝って9月に予定されているまたコロケホールで試合を組んでいただけるようにしたら、そこでも勝利アピール、勝ってこうエスカップ出場というのをアピールしたかったんですけど、こうやってもう負けてしまうという、現実が出てしまったんで、これから、会長とも広報ともいろいろ話をしなければいけないですけど、そうですね、自分これで終わったなという感覚は正直ないです。もしチャンスをもらえるんだったら、最初からもう一度やろうと思ってたわけではないですけど、でも今終わってみて正直な気持ちは、もしチャンスをいただけるならもう一回頑張りたいと思ってます。はい、ありがとうございます。では